卵がある。ホルモンうどんかな、そういうのも結構有名なんで、それを食べに来る人が全国からここに集まるということで、今日は朝方来ました。まあ、どんな感じなのかっていうのをまたご紹介しようかなと。先日のお買い物に4両をお返しします。気をつけて。残念だったね。ああ、見えてきた。24時間だけど、あとこのちゃんぽん麺、野菜がいっぱいで、でホルモンうどんほんといいんだけど、ないよな。ないですね、やっぱ朝は結構仕込みとかいろいろいるんですよね。そうなの、ないな。ホルモンうどん何時だったら食べれる？8時前。あ、8時だって。あ、まあまあ、朝方は限られたメニューしかないですよ。まあ、でも結構ね、ボリュームのある内容となってます。本当に簡単にして小腹が空いたら食べれるようなね、ちゃんぽん麺とか中華そば、もう小から大麺あるということで、まあ、うどんもあるということで、朝方なんか食べたくなるようなネタがあるんですけど、一応ね、がっつり行きたい方もいろいろ
やっぱこんな焼肉とかあるんで、牡蠣とか牡蠣丼とかもね。あ、でもね、朝なんで定食食べれるもんにしよう。牡蠣丼とかどうですか、やっぱ。醤油やっぱ醤油、あ、だ、醤油で、と、牡蠣。10時まで。意外と優しい味ですね。そうなんだ。全然脂っこくないというか。これ朝でも全然ちゃんぽんの醤油味、豚骨も選べるみたいな。豚骨もありましたね。はい、牡蠣丼は、はい、と豚汁の単品だ。はい、そうです。おー、一番これかなと思ったんですけど、まあまあ残り人も参加した実験を行っていた。11時2分、絶対タダメだ。タダメ、面白い。いただきます。あ、うま、美味しいですね。なんか結構甘めな感じで、昔ながら。あ、ですね、うん、あ、でも全然美味しいです、うん。はい、というわけでね、懐かしのドライブインみたいな感じで残っているのが大阪屋ですね。まあ時間帯というかね、もうやっぱ売り切れちゃって、これもうどんかな、ないということで、朝の8時から、まあ、新たに提供するということで、今回は、ね、旬の牡蠣丼とかをいただきましたけど、朝5時から10時までやるとインクバーが無料ということで、ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。